12月は大学スポーツ花盛り、男子バレーボールも総決算の日を迎えました。4度巡りくる春夏秋冬、戦う仲間と積み上げてきました最上級生にとっては最高に燃える大一番を迎えています。大阪府立体育会館92朝日ビールスーパーカレッジバレー男子決勝、2連覇狙う法政大学と気迫のバレー日本体育大学の対戦です。この試合放送席ご紹介しましょう。全日本バレーボールコーチ辻愛慎一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年1年は本当に慌ただしかったでしょう。まあね、あの夏場にオリンピックあり、はい、秋にはまたスーパーフォアね、はい、やはり一年中も緊張した日がありましたね。辻愛さんの全日本に対する貢献に対しまして、バレー記者会から特別功労賞が贈られることになりました。おめでとうございます。ありがとうございました。今日の試合そして解説よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして今日は特別ゲストとしまして、コートサイドに中央大学監督、今年は残念ながらベスト8にとどまりましたが、元 NKK のセンタープレーヤー笠間雄二さんに来てもらってます。笠間さん、はい、間もなく決勝なんですが、今日はどの辺にポイントを置いてご覧になります？そうですね、やっぱりあの全日本の南君と泉川君の対決をですね、はい、楽しみにしております。特にあの両チームのブロックの違いなんかも含めて試合中話をどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは両チームのこの決勝までの勝ち上がりですが、法政大学からご覧いただきましょう。アジア2回戦から始まりました関東学院早稲田、準々決勝では国際武道大に勝ってます。国際武道もバレー強いんですね。ご覧のようにワンセットも落とさずに勝ってきまして、昨日の準決勝筑波戦の VTR をご覧いただきましょう。なんといっても南が中心です。法政大学辻谷さん、やっぱり高さありますね。そうですね、高さとスピードを兼ね備えてますからね、もう完全に抑え込んでますよ ね、第1セットの序盤まででしたね、筑波が前線できたのは。そうですね、もう1セット目は得点だけで7本ブロックされてますからね、はい、高さで、そして安定感も加わってきました。ところどころでは筑波もいいプレーが、学生らしいプレーが出るんですが、結局法政の高さの前に涙を飲んでいます。法政の平均身長は191センチです。この南が中心です、全日本のセンタープレーヤー。一方日本体育大学の勝ち上がりをご覧いただきましょう。2回戦からこちらも始まりまして、福岡国士舘駒沢、準々決勝では地元の大商大に勝ちました。そして準決勝の東海戦の VTR ご覧いただきましょう。なんといっても南に対しては泉川が中心、東海にはこのところ分が良くなかったんです。序盤は止められました。ちょっと調子悪かったですけどね、はい、試合の中盤からは足を引きずってしまうという泉川、痛々しいプレーが続きました。セットでは取られて取って取って取られてファイナルに持ち込まれております。泉川これもう両足がつってる状態だったんですね。この表情もう気迫で昨日は打ってましたね。危機迫るものがありました、はい、これが最後のシーンです。本当にお疲れさんというこのオフィシャルにサインを行くところまでおんぶされていってたんですよね。そうですね、もう自分で歩けなかったですよね。はい、泉川今日の調子はどうでしょうか。さあそれではスタメンです。法政大学、法政は南センター上新、セッター清水にライト山田、レフトに山中大坪。一方の日体大、セッターは原田、ライトに尾崎、センターラインが高橋丸尾、レフトに泉川永瀬です。こういったオーダーです。まもなく主審伊藤さん、副審高橋さんで決勝戦が始まります。さあ日本体育大学サービスエリアに永瀬が出まして試合開始。ファーストプレーはどこで来るか、山田を使いました。上げています日体大、泉川に行かない、一年生高橋21番。さあ辻愛さん、はい、今日のこの試合のポイントいくつか挙げてください。そうですね、まず泉川君を、ね、中心にした、はい、日体の攻撃陣がどれぐらい法政のブロックを打ち抜いていくかということですけどね、はい、まあその辺がメインになるんじゃないですかね、はい、法政の高さに対する日体の気迫。そうですね、もうそうなってくると思いますね。3番の山田が切り返していきましたが、1点目はうまく取りましたね。そうですね、泉川君がね、打たないで得点できたっていうのは大きいですよね、はい、そうですよね。ほとんどこの泉川でいきます。一回止まった、南でしょうか、いや山田君でしょう。山田、はい、山田の方です。ライトの山田好調、1対1になりました。サーブレシーブ返らない法政にチャンスボール、
あっさり逆転2対1コートサイドの笠間さん、はい、慌ただしい立ち上がりになりましたが、立ち上がりっていうのはベンチにいても緊張するもんでしょ、監督さんも。そうですね、うまく流れていってくれればいいと思うんですけどね、何か試合前に送り出す魔法の言葉なんてあるんですか。いや、それは教えていただきたいですね。ありません。ありません。やはりね、もう気持ちをどれだけ集中さすかですからね、やはり厳しいことも言うときもあるでしょうし、やはりこうしないといけないぞっていう時を伏せるようなこともあるでしょうしね、乗せたり、もうその時のムードでしょうね、どういう感じで言ってるかでしょう。いいプレーが出ています。立ち上がり、さあ南に回さない、8番山中、山中決めています。このカレッジバレーでもおなじみの顔になってまいりました。3年生です。クッさん、はい、法政大学の上田監督なんですがね、はい、奥間さん、まず昨日の準決勝リズム感がですねやっと出てきたなと、はい、それによってブロックにしても他のことにしても全てうまくいっていると、はい、大きなチームにした価値が出ているよという話ですね、はい、でただこのリズム崩れる大きな一つの原因としてね、はい、ジャンピングサーブを上げていまして、一つタイミングがおかしくなるとレシーブアタック全てタイミングが次々と崩れてしまう、はい、この試合はですね前半でジャンピングサーブにどう対処できるかと話してました、はい、法政サイド奥間アナウンサーのリポートです。一方日体大サイドは松原弘樹アナウンサーがコートサイドにいます。はい、クスさん、はい、森田監督なんですけどね、A、やはりあの法政はね高い上に決定力が非常にあるし、A、どこからでも打ってくるんだと、はい、だからうちとしては我慢していって相手のミスを誘うようにしたいと、はい、ただねちょっと心配なのがあのセッターの原田と、はい、それからアタッカーのコンビネーションがちょっとずれてるんでねこの辺りがどうかなということを心配してました、はい、そしてあの2年連続ね法政に4冠を取られたら他のチームは何やってるんだと言われてしまうから、A、絶対に勝ちますよとこういう話でしたね、はい、それからあの泉川選手選手の足ですが、ええ、最後だからやってくれるでしょうというのが森田監督の言葉です。はい、辻谷さん昨日 の最後の場面でもね、はい、泉川後衛に回っても変えないで、そうですね、お前に任せてるんだみたいなところがありましたよね、はい、もうそれでもう足がつっててもですね、はい、5セット目でそれでなおかつジャンプサーブ打ってましたからね、そうですね、まあ、気迫にはもう気にしますね、はい、ちょうどあの全日本に入られた時にお父さん亡くされたりとかね、はい、精神的にも本当強くなってますよね。立ち上がりから好プレーが出ています。4番上新、なんか準決勝までの喜び方と違います。この瞬間に試合に勝ったわけじゃないんですが、はい、勝ったような喜び方です。まだ第1セットです。異様なムードに包まれてきました大阪府立体育会館。2番セッターの原田のサーブ、ポイントは4対1法政リード。ホイッスル、タッチネットがありました。今日体の方はねブロックにしろ攻撃にしろちょっと後手後手回ってますよね、はい、飛ばないといけない時に飛んでないとかね、はい、やっぱり今ちゃんと飛んでワンタッチ取れてるのにネットしてたらね、はい、泉川がレシーブして8番に回しました。拾っています。尾崎のスパイクを拾って法政南です。ポイント5対1第1セット法政がリズムをつかんだところで日体大作戦タイムです。第1セットいい立ち上がりです。法政が逆転に成功して5対1とリード。永瀬がサービスエリアに下がって泉川が前衛に上がってきます。日本体育大学、さあどこを使うか。8番山中拾った日体大、さあ泉川だ。泉川3枚ブロック、3枚です。ちょっとネットに近い、押し込んだ、拾っている、拾っている、はい、ワンタッチを狙った1年生コートサイドの笠間さん、はい、1年生ですがなかなかテクニックありますね。彼はすごいファイトマンですからね、ブロック、ブロック山田を止めました日体大。あれ8番の尾崎ですね。それでポイント日体大5対3になりました。トスを振って山田、一旦止まってももう1本決め返しました。サーブを送る法政、泉川トスを振って速攻1年生、これはワンタッチを狙っていきましたがアウトです。今度は裏目に出ました。193cm 大阪出身です高橋。この両コートの中では唯一の1年生が日体大の21番、ブロックアウト。一旦は辻谷さん法政に流れが行き出したんですが、はい、また盛り返してきたと見ていいですね。そうですね、じわじわとね、はい、一体の方が追い上げていますけどね。南おとり、
泉川が山中を止めました。6対4。今のはねちょっと近いですけどね、はい、泉川が完全にコースを抑えてましたね。はい、素晴らしい一枚ブロックでした。はい、松原さん、この泉川選手足の状態本人曰くね、痛みはあるけど痛いとは言いたくありませんということなんですよね、はい、そして今日太ももこれテーピングしてないんですよ、はい、自分が痛いというのをねそういう形を作りたくないから今日はテーピングしませんというね、はい、泉川の話でした。はい、松原アナウンサーのリポートの最中にも気迫のフェイント、6対5。いい顔しますよ。そうですね、はい、非常に凛々しいいい顔です。泉川またチャンスが来る。日体大そこでポイントのチャンスだ。来た、今度泉川行かずにバックに回しました。これですよね、やっぱり泉川以外で得点するの大きいですよ。はい、いいトス回し。原田長瀬のポイントで6対6同点。今度は法政が作戦タイムです。決勝戦第1セット、法政がリズムに乗りましたが日体大も盛り返してきました。同点に日体大が追いついています。6対6です。やはり泉川君のね、はい、あまり気迫はこの5人に伝わってるみたいですね。はい、日体大が6対6の同点に追いついたところで両チーム1回ずつの作戦タイムを消化しました。日体大のサーブ、法政コートで南、さあ上がるか、泉川に回す、難しいトス、決まった。日体大ひっくり返す。昨日あんなに足がつっていた泉川、さすがに若いですね辻谷さん。そうですね、やっぱり若さですよね。もう筋肉自分はもう完全に戻ってますよね。またブロック、日息迫ってます。8対6、再逆転に成功。この鉢巻き姿が余計に見ているものね。そうですね、かっけーって感じますけど ね吸い込まれますね。ポイント8対6、日体大リードから今度は法政が切り返しました。なんといってもこの逆転の原動力は泉川チーム、トスを振って高橋です。拾っている、泉川の難攻が決まりまして日体大がサイドアウトを取りました。再逆転に成功した日体大第1セット。それにしても辻谷さん、この試合素晴らしいですね。立ち上がりからもう最初はねちょっと本戦をされてた日体ですけどね、やっぱり泉川君のねスパイクブロックで、でそれを中心にしてみんながね、盛り上げて逆転しましたからね、やはり6人の総合力からいくと法政の方が分があるかなというのが我々の見方なんですが、日体大大健闘。昨日の泉川君のね、2セット目3セット目取ったセットよりも今の方が楽に、気持ち的にも楽にジャンプを楽に決めてるみたいに見えますね。あ、そうですか。もう昨日は本当に何が何でも思い切りやったんですけどね。乗った長瀬が、4番長瀬が止めています。9対6、これです。笠間さん、はい、今のブロックどうでした？日体大の選手みんな形がいいですね。形が、はい、さすがの森田先生の、はい、あの名ブロッカーの森田先生の教えですね。そうですか。そしてブロックもよし、フェイントもよし、完全にベースを掴んで10点目、先に2桁に乗せました。10対6。ここで法政大がメンバーチェンジ、13番の大坪に代わって上田を入れます。これは予選の段階ではよく出てたんですよね、上田選手はね。あれ1年生ですよね。そうですね、まだ1年生なんですけどね、はい、予選の時でも随分活躍しましたからね、バックライトに回した8番の山中。彼はねそんなに打点はないんですけどね、肩の強さと打ち分けがうまいですよね、ハートも強そうなんですよね、もう少々のことはめげないですからね、3番丸岡が苦しいトスアップ、ワンハンド拾えない。日体大の気迫が法政の高いブロックを打ち破っています。いつもはね、ちょっとスロースターターの長瀬君が今日はもう最初から飛ばしてますね、そこだ、止まった。3番丸尾がやりました。センタープレイヤー、怪我から復活した丸尾を求める。2枚、これもいい形ですか。もう今完全に法政のブロックの岡本取ってますね、日体の方がね。なるほど、11対6になったところで法政作戦タイムです。どうろ
自分たちもバレーやらんや。あ、もっと丁寧にゆっくりで、サーブが真ん中に入りすぎてるの、しっかり打って、イージーだイージーだ。この南が選手点1点目は許した後、得点を重ねる原動力になりましたが、泉川がそれをさらにひっくり返す動きを見せました。日体大が再逆転に成功しまして、現在11対6と日体大がリード。ぼちぼち頑張れ日体大の横断幕のもと、日体大の応援もトーンが上がってきました。11対6、こちらオレンジと濃紺のツートンカラーの法政がリードを許しています。泉川、原田、8番尾崎、アウトです。この尾崎は184センチしかありません。ライトのプレイヤーです。サーブを送ります。どこを使うか、4番もう一度打った、いいところで待ってますね、山田君もね。長瀬が打ちましたが拾っています。法政がつないで日体大速攻、アウト、ドリブルです。あれはグッドでもいいんじゃないですかね。ね、よく拾いましたよね。流れとしたらね、はい、おかしくないですけどね、原田のサーブが入りました。法政コート、南拾っている、速攻、これはタイミング合わない。さあ1対チャンスボール、日本体育大学が得点を重ねます。12対7になりました。はっきり言って辻愛さん、これはあれよと思ってる方も多いですか、この展開は。そうですね、でも泉川のね、気迫がやっぱり、本当さっきも言いましたけど、やっぱり全員がその気になってますよね。なってます、はい。なんといっても中心は1番キャプテンの泉川、両足昨日の準決勝の死闘でもう痙攣をいっぱいに起こしました。フェイント気味に押し返していきましたが、あれ、ホールディングですか。そうですね、ちょっとタッチに取られたんですね、はい、いい角度で落ちたんですけどね、はい。4番の永瀬に変えて11番福原を入れます。広島の総督の出身、大学生活最後のスーパーカレッジバレー男子決勝。さあ山田拾っている、トスを振る、今度は山中、8番の山中決めました。渋い働きを見せます。うまいこと打ち分けてますよ本当に。辻谷さん、やっぱりこういう選手って必要ですね、チームにね。そうですね、ジュニアにもね、前入って、ね、頑張ってくれたんですけどね、はい。片谷1年生が打ち返す。21番高橋、大阪上宮出身、彼もガッツでチームを1年生ながら引っ張ります。山中2枚ついた、返すだけ。さあ日体大、泉川フェイント、落ちている、落ちている。第1セットは泉川キャプテンが引っ張っていきます。13点目。今日はやはり力じゃなくて軟膏に混ぜた頭脳的なプレーで彼はいってますよね、はい。アウトだ、アウトだ。現在春のリーグ、秋のリーグ、東日本インカレと三冠の法政大学が揺らいでいます。日体大1回目のセットポイント逃れます。やっぱりあの日体の方はね、あのミス3点して、あの法政の4点得点に3点上げてるんですけどね、はい、日体の方はこれ14点ですけどね、13点全部取って1点だけですね、ミスが。なるほど、やはり日体の勢いっていうのは今乗ってるんじゃないですかね。気持ち的にも十分締まってる、はい。1回目は逃れまして得点を重ねました。8点目を取っていますが、法政苦しくなっています。2連覇を狙う法政、こちらも1年生が頑張ってる。来ましたね、19番の上田、途中から入りました。14対9となったところで日体大が作戦タイムです。この結束力といいますか、精神的な合体度といいますか、本当に日体大すごいですね。もう技能的にはね、あの変わらなくて、あとはもうどんだけそういうような大会をね、3冠取ってるとかね、今年にしても、はい、もうその勝ち方っていうのは法政の方が知ってるんですけどね、もうここまで来たら気迫で乗ってると分かんないですからね、はい。さあ法政も9点目を取ってじわじわと忍び寄っています。1番の南克幸が中心です。日体大、法政、南と泉川の対決でもあります。レシーブする日体大、ジャントス、泉川ブロックアウト、
さあ気迫の泉川、高さの南、両チームの戦いがすなわち南と泉川の戦いでもありますが、2度目のセットポイントも流れます。19番上田頑張ってますね。そうですね、この間からはずっと見てるんですけどね、はい、彼は1年生とかそういうムードはないですよね。もう3年生4年生のもう気迫っていうのを持ってますね、はい、さあ泉川だ。こちらは泉川4年生が、あ、珍しいですよね今みたいな、派手なガッツポーズしないですけどね、よっぽど気迫が入っているんでしょう。普段は非常に物静かな選手なんですが、はい、永瀬が戻りました。日体大、その気迫を第1セットからフル回転にしている泉川のサーブで日体大3度目セットポイント。南、おー、ナイスレシーブ、拾ったぞ。これは得点できるか。あーっと、マッチョ返した、つながっている。3度目のセットポイント中だ。永瀬エイト、決まった。もちろんバックライトには泉川がスタンバイ。永瀬が決めました。なんと第1セット日体大が取りました。15対9、セットカウントは1対0です。第3セット5対3と法政がリード。日体大は永瀬が、泉川が切っていきます。とにかくこの日体大は昨日の準決勝が大関門でした。最後は泉川のもうこのスパイクで死んでもいいんだというようなスパイクで引っ張っていきました。フルセットで決勝に進んでいます。一方こちらディフェンディングチャンピオンの法政大学はワンセットも落とさずに楽な形で決勝に進んできました。セットカウント2対0、日体リード。放送席解説は全日本コーチ辻合慎一郎さんでお送りしております。南返す。逆に言えばこれ、はい、あの今日ですね、決勝だということで初めてですよね、このセット落としたの。そうですよ、それも2セットも当然ですけどね、だからそれでちょっと放送の方が戸惑いあるんですよね、ショックあるでしょうね。第1セット第2セット、ディフェンディングチャンピオン相手に日体大が連取、2対0。この第3セットは法政が先行しましたが日体大も追いついて現在また法政が再逆転、5対3とリードしています。法政にサーブ権が移りました。もちろん第1セット第2セット同様、泉川が引っ張る日体大。バックに回して泉川決めます。もう審議対充実してますね。そうですね、いい客してますね。昨日の疲れがもう本当見えませんもんね。もう恐れですね、今はやはり思い切り打ち出しましたよね、はい、今でちょっと何個も含めてないですよね、はい、1枚で柔らかた、あ、泉川が出しよう、つなぐ、これを打つ、決めた。1枚で柔らかて全員バレー、泉川が拾い上げて永瀬につなぎました。これです、素晴らしい立体的なバレーですね。5対4日体大1点差に追い上げています。19番下が止めた、センタープレイヤーが止めた、3番丸を止めています。5対5同点。法政たまらず上田監督1回目作戦タイムです。もうあれだから流れを流れをこっちに呼ぶようにして、気合いかけてるよ、気合いを。さあサーブを思い切って上田監督の特徴のある声が選手たちの耳に入っています。56歳ベテラン、ここ5年で3連覇を含めて4回インカレを制覇しています。上田監督率いる法政大学、久しぶりじゃないですか、こういう風なゲームの中でこういう気持ちになったの、そうですね、はい、珍しく法政大学が0対2と劣勢に立っています。そしてまた押し込んだ日体大、サーブで崩して丸尾が止めました。このシーンです。もうジャンプサーブ当たり前になってきましたね、大学もね、はい、もう完全に、でも今のは泉川君のジャンプサーブですよね、はい、
6対5と日体が1点リード。悔しがった泉川、入ってますね。もう喧嘩を売ってるような形相です。コートを挟んで泉川と南、彼らは今もう本当に喧嘩をし合ってますもん ね普段は仲いいんですけどね。もう全日本の時2人でいつも行動しますよ、ね、2メートル近い選手同士、南は2メートルあります。泉川も196センチ必死の形相、2人が引っ張る。最上級生にとっては最高に燃える最後の戦い、大一番インカレの決勝、南と泉川の戦い、法政と日体の戦いは第1第2セット、日体がいいムードを作って第3セットも2点リードしています。しかしこのまま上田監督まざまざとこう引き下がれませんよね、辻谷さん。意地出すでしょうね、選手もそれも思ってますよね。はい、南トスを送った、打てない、ワンハンドに寄った、いいレシーブ、ツー、南ナイスレシーブ、山中、今のはね最終的にこの山中君ですけどね、はい、やはりあのコートのど真ん中の位置はこのボールを上げた南のね、南ナイスレシーブ、レシーブでしょうね、はい、いいサーブが入りました。バックアタック泉川、こちらは泉川です。任しとけって顔しますよね、はい、お、森田監督も動きが激しくなってきました。床が濡れます。サーブを送ります、アウトです。まあ、しかしああいう風につないでつないで味方がいいプレーをしてくれるとスパイクの時にも集中力、辻谷さん違ってくるんですか。もう出てきますね。ナイスサーブ、ナイスサーブ、丸尾の前に落としました。2番のセッター清水、法政二高出身、サントリーへの内定がほぼ決まっております。セッター清水、おお、よく打ちました。ブロックに近すぎましたけどね、ちょっとね、ネットに近かったですけどね、よく打ち抜きましたね。4番長瀬、この長瀬が当たってくると泉川への負担もだいぶそうですね、はい、軽くなってね。笠間さん、はい、ちょっと心配気だったこの上田山田選手、はい、どうですか、変わってきましたか。いやまだキレがないですよね、まだ今のでも、はい、今のでも本来のスパイクじゃないですよね。あ、そうですか。中央と戦ったりするときはもっとすごいんですか。もう彼にやられっぱなしです。そうですか、はい、もう一つ元気の出ないというこの3番の山田ですが、コートを気にしているうちにプレーが始まりました。来た泉川、笠間さんの話ではもう100点満点と言ってますが、辻谷さんも100点以上も上げていいんじゃないですか。いいでしょう ねこのまま伸びていってもらって、アトランタの中心にねなってほしいです ね精神的にもかなりこう上積みがありますね、はい、見てましたらね。やはり今はキャプテンでエースで、はい、もう何もかもしてますけどね、天然入るとそれがちょっと楽になるんですよね、はい、でもそれでもこの気迫を持ってきてほしいですね、はい、柔らかい攻撃も見事、スパイクにスピードの変化をつけています。これです、内側に体をひねって打ちました。姉妹おとりレフト取った、泉川、もうここまでの大躍進、キャプテンが引っ張っています。第1セット15対9日体取りました。そして第2セットはあわやジュースに追いつかれようかというところまで行きましたが、日体逃げ切って2対0と、ディフェンディングチャンピオン法政が0対2とリードされています。日体が素晴らしいゲーム展開、第3セットは現在8対8です。あ、大坪戻してきましたね。あ、大坪第2セットずっと見てました。1年生が頑張ったんでこの辺のこうカンフル剤でね、そうですね、ちょっと立て直ししないといけないですからね、まあ、今同点ですけど、はい、だいぶ追い上げないときに来ましたね、はい、入ってくる、もう一丁来いという声が響いた、泉川、何度も何度もトスを呼んでいます。おい、ナイスレシーブ、8番、危ない、どうだ、南です。泉川ばかりにお株を取られてなるものか、南が踏ん張りました。9対8法政1点リード、そこ止まった、止まった、
今度は法政の南が、日本連続でスパイクにブロックに、はい、素晴らしい競り合いですね。泉川南まさに好敵手、日体が作戦タイムを取りました。素晴らしい試合です。92アサヒビールスーパーカレッジバレー男子決勝、日体が法政をリード、セットカウント2対0。第3セットは法政が意地を見せています。それでもそんなに水を開けられませんもんね、日体も。そうですね、法政としては普段の力をまだ、はい、出してないですよね、じゃないでしょうか、半分、はい、やっぱりもっと畳みかけるようなブロック機能なんかでもね、出てもいいんですけど、やっぱりすごく本数的にも少ないですからね、はい、その辺コートサイドの笠間さん、ブロック21番高橋、10対10の同点。笠間さん、はい、まだまだ法政これ本物じゃないですか。今日は、はい、全然今千々屋さんがおっしゃった通り、半分ぐらいの力しか出てないと思います、ね、同感ですか、はい、日体の方は 100% 100% 以上出てるんじゃないですか以上、はい、なるほど。まあこういう風な試合展開この大会経験してませんもんね、法政は。そうですよね、食いつかれたというのが、はい、速攻決まっています。この高橋君1年生ですけど ね、いい顔しますよ。なんかキングコングみたいなおたけびを見せましたね。今日は大会にもね、ご両親が来られてるみたいですね。そうなんですよ、地元大阪上宮の高橋、日体大の1年生が頑張ります。あ、こちらです、お父さんとお母さん。福士さん、はい、あのね、お母さんに話を聞きましたらね、怪我でずっと苦しんでた高橋選手なんですけどね、はい、この大会前の合宿の時にね、もう大丈夫、自信がついたっていうお母さんにね、心強い電話があったそうなんですよ、はい、お母さんこの3日間ねずっとね、まあ、お仕事があるんですが、お父さんと2人揃ってね、はい、応援で声がね、お母さんも枯れてましたね。あ、もう全部森田監督現象起こってるんですね。松原アナウンサーが伝えてくれました。決めています、法政11点目。とにかく高橋の場合は肩が全然上がらなかった、まっすぐ下ろす以外は全然もう振れなかったということですから、このスパイク、この振りです。ご両親が見つめる中、大阪上宮出身日体大の高橋元気です。日体大同点に追いつきたいところ、山田やっぱり元気がない、打てない、ナイスレシーブ、さあ泉川拾った、法政南だ、さあどこへ行く、泉川しかない、戻ってるんです、乱れた日体大、これもう一丁リバウンドを利用した泉川、意外が打ったらいいんだけど、泉川にまた行った、これはやっぱりガソリンが切れましたね。やっぱり今の4本目、4本目ですよね、ちょっと今のはバズちゃいましたね、逆にストレートに当てて逃げた方が良かったですね、力じゃなくてね、はい、ああ置いていく、ブロックに捕まりました、ブロックに捕まりました。ちょっと日体大原田セッター、ほんの少しコンピューターが狂いましたか。やっぱり今のはしょうがないですよ、しょうがない、やっぱりあれだけ泉川がやってるとセッターとしてはバテてるの分かってますよね、だから速攻に上げるんですよ、はい、もうそれをもう担いで知ってますからね、なるほど、ね、はい、ブロックとしても読みやすい、12対10、法政リード、バックアタックは永瀬、さあ法政がチャンスだ、意地を見せる、2人が重なった、声を掛け合った、山本だった、泉川のこの表情、日体応援席も大喜び。泉川のブロックほとんど1枚ですね、中途半端な2枚よりも1枚、彼の1枚の方がいいですよね、なるほど、はい、素晴らしい試合です。山田がそろそろ意地を見せてくるか、山梨氷川高校出身、サーブを送る、ジャンプトス、泉川だ、日体大のセッターは原田、泉川に見事に回しました、ポンポンポンと綺麗にもリズムよく入ったら絶対決まりますね。そうですね、今のバレー界では、はい、なかなか止まらないでしょう、大学のバレー界ではね、はい、13番の大坪打ちました、原田上げる、永瀬ワンタッチはありません、ありません、
今のは欲しいところです ねさあ南勝幸、泉川、原田打つ、あもったいない、もったいないですね今のはね、普段の、本戦の、流れだったら山田君が行ってますよね、はい、そんで普段の山田君だった、なるほど、それにしても泉川のスパイク見事でした。第1セット第2セット日体が連取、このままおめおめと引き下がれません法政。第3セットは12対10法政リード、ジャンプサーブ乱れた日体大、4番永瀬、うまい、うまい、永瀬は松下への就職が決まっております、所沢東の出身。さあ日体1点取りたい、どうだ、この終盤はうまく法政は清水セッター散らしてますね。そうですね、みんなもう散らしてブロックをつけないようにしますね、はい、永瀬やっぱり彼はライトに出る方がいいんじゃないですか、ね、永瀬ね、はい、あもう昨日も一昨日もずっと見てたんですけどね、ライトからの方がいい、はい、打ち方してますよね。泉川が前衛に上がっている日体大、おお、ナイスレシーブ、いいレシーブで泉川につないだ、どうだ、うわー、もう目の輝きが違います泉川、12対11、1点差に日体が追い上げて、法政が作戦タイムです。今のは丸尾君ですか、丸尾君のレシーブ、はい、丸尾で繋いで泉川で決める、はい、もう最高のパターンでしょうね、もうベストなプレーですね、はいはい、そしてこの大阪府立体育会館、異様な歓声が沸き起こり始めました。日体大の応援席盛り上がります。セットカウント2対0とリードして、第3セットはリードは許していますが、日体大が追い上げています、ナイスワンハンドレシーブ、セッターの原田よく拾ってます。法政はサーブを送りました、ワンハンド、おっと捕まった、捕まりました、ちょっとサーブレシーブ乱れ気味か、南が止めて高橋捕まりました、13対11、法政リード、おっとナイスレシーブ、3枚完全についてますもんね、はい、かなり続いてますよ、それでも決めてます、はい、タイサーブポイントは13対11、第3セット法政がリードしています。第3セットはディフェンディングチャンピオン法政が13対11とリード、泉川に回す、ノンストップ、泉川全然止まりません。1年生の高橋をちょっと休ませます、21番高橋、本当にご苦労さんですね。いいですね、彼ちょっとね、先ほど2回ぐらいサーブ見せてるんですね、はい、だからちょっとこの川口君にね、はい、変えて気分転換させてね、はい、やっぱりなんだかんだでも1年生ですから、そうですね、はい、気持ち的にも疲れてるはずですもんね。南が切り返しました。もともと泉川南というと全日本の中では気迫を前面に表さないというタイプだったんですが ね、はい、今日のこの学生最後の決勝は燃えています。両選手ワンタッチあります。あ、今南がワンタッチありますっていう風に申告しました。これ気持ちいいですよね、はい、法政日体の対決は南と泉川の対決、その南、泉川拾った、拾った、永瀬レフトから決まった、13対12、日体1点差に追い上げます。追い上げムードの最高のムードですね。ねえ、泉川のジャンプサーブ、これが昨日痙攣を起こしていた泉川とか見違えるような動きを見せています。泉川、永瀬ワンハンド、山田スライド打てない、返ってくる、うまくリバウンドを利用しました。おーすごい、13番大坪
やっぱり途中から1年生に変えられまして、ベンチでずっとこう投手をかきたてていたんでしょう。悔しかったですよね。ねえ、いいサーブだ。14点目。第1台には泉川のセット、そして第3セットは法政南のセットにしていくか。サービスエースで初めてこの声を聞きます。法政セットポイント。南のサーブ、日体は泉川だ。チャンスが来た。南が呼んでいる。逆へ回す。大坪に回しました。アウト、アウト。満を持していた大坪が決めました。第3セットは法政が意地を見せて15対12、取りました。セットカウント2対1、日体が1セットリードしています。4年生最後の戦いに見る者が引き込まれています。大阪府立体育会館インカレの決勝戦、新川法政のサーブで第4セットが始まりました。第1セットは日体が15対9で取りました。そして第2セットも日本体育大学15対13、これは接戦でした。あわやジュースかという戦いでしたが、セットカウント2対0と日本体育大学リード。第3セットは法政取りました。放送席解説は全日本コーチ辻合慎一郎さん、そしてコートサイドには中央大学笠間監督をお招きしてお送りしております。辻合さん、法政は大坪2年生をスタメンにこのセット入れてきましたね。もう先ほどね、はい、最終的に決めたのは彼だったですからね。そうですね、はい、まあ、そのムードっていうのは大変したいでしょうからね、はい、流れありますもんね、はい、ブロックです。南、泉川押し込む。南が上げて山田ブロック。泉川でしょうか。そうでしょうね、泉川ですね、泉川の左手、はい、2枚きっちりもうマーカーのところにすり寄るようにして2人が決めています。1対0と日体大1点リード。ミス。今のは山田君がこけちゃったからスパイカーがいなくなったんですね、ちょっとこの不動の6人の中で山田が乗り遅れてますね。ちょっとね、セットカウント2対1、濃紺ユニフォーム日本体育大学リードしています。13番の大坪が切り返しました。クスさん、はい、今山田の話出ましたがね、今日第1セットはですね、10本のうち2本しか決まらなかったんですよ、まあ徐々に上がってきているんですが、現在も 40% ぐらいのスパイク決定率ですね、で先ほどのセット間ですね、上田監督よしこれからだという声聞こえました、で注意としてはですね、ブロックに関して良かったですね、インナーに打ってくるんでそれを気をつけろというような話がありましたね、法政サイドはテレビ朝日の大熊アナウンサーです。あの永瀬のインナーを中心とするそれに対するブロック、はい、特に山田にも指示が多かったみたいですね、はい、13番の大坪がこのセット立ち上がり元気です。辻谷さん、山田に関してはいいプレーも時々出るんですが、波がやっぱ激しいですね。全体的に自動しないですね、はい、低いし、はい、永瀬なんか力んでるみたいで、こういつもの彼が、はい、彼の持ち味あるねシャープさとかね、いなし方っていうのが今日はちょっと見られてますけど、今ちらっと映りました。あとサービスエース、サービスエース、原田3対1。これはちょっと厳しいですね。チャンピオンの法政、このまま敗れてしまうんでしょうか。ブロック。館内にも微妙な空気が流れ始めました。日体大が4対1と第4セットリード。法政が作戦タイムを余儀なくされました。せっかくここまで来たら投げ上げなきゃいけないか。よっしゃ、ほら、投げるよ。よっしゃ、もう上田監督の気迫を訴えるしかありません。南の踏ん張りがこのチームの鍵です。今日はこの不動の6人を率いてノーワンセットも失わずに決勝に進んできた法政です。セットカウント2対1、日体大がリードしてこの第4セットを迎えています。日体大が4対1とリード。おー、いいレシーブ、いいレシーブを見せて永瀬につなぐ。決まった。
ノーマークを上げたで、泉川がレシーブしましたよね、はい、それを今度は3枚ブロックを抜いた永瀬君ですか、この内側ね、クロスいいですね、5対1、いいスタートを切りました、この第4セット、また惜しい惜しい、泉川惜しかった、ボールの下には行ってました、それだけにこの悔しい表情、綺麗にセッターに入った、1人時間差、南が上げる、南が呼んだ、そこへ回さない、南が呼んでますがなかなか供給しません、アウト、アウトです、ちょっともどかしい表情です、来い来いって言ってるんですが、あの時は完全に南でしょうね、トスは彼にも集めた方がいいですよ、はい、今は、清水があえて南を温存する作戦に出ています、長瀬、南がつなぐ、おっと山中のスパイクを拾い上げた、泉川つなぐ、チャンスボールが放送に来る、南、清水、一人時間差、決まった、4番の上新です、まあでもチームプレーですからね、そこへばっかり上げるっていうわけにもいかないんでしょうが、勝負どころあるいは計算しているのかもしれません、清水セッター、法政バックアタック、こちらは文句なく、も泉川を完全にこうなるとバックに回っても泉川対南立ち行きでいいんじゃないですか ねもうちょっとね変にやってると、いいサーブになりました、後がないんですもんね、そしてその泉川の引っ張りに体格の永瀬も乗ってきました、最後まで温存になっちゃいますよね、こんなことしたら、もう3枚でもいいんですよ、はい、南にトスバックスパイク回してね、回してもいいんですよ、もうですよね、はい、もう点差こんなんですからね、はい、もう1点もやりたくないんですから、はい、しかもこの第4セットも6対1と日体大がリードしているんです、こっちは泉川ですよ、もう全部泉川、昨日の疲れなんて全くないですよ、信じられませんね、逆に法政の方は昨日も簡単に勝ってますからね、疲れなんて誰もないと思うんですけどね、はい、というふうな放送席の見立てなんですが、コートサイドの笠間さんはその振り具合なんかも含めて何か気づいたことありますか、そうですね、まあ高度なバレーを見せられて、今勉強しているところでした、あ、そうですか、おー、いいレシーブ、いいレシーブになった、泉川ワンタッチがありました、待ってるな、そこには13番大坪待ってるな、こっちも長いラリーだ、泉川ライトから、おー、おー、よく決めた、13番大坪、第3セットの最後はこの大坪が決めました、この今ね、サーブの山中、はい、3本連続レシーブはすっかりばっかりしましたからね、はい、ジャンプトスで4番永瀬を使いました、大坪で止まりました、泉川ポイント6対2、日体大このセットに王手をかけています、このインカレまで全てのタイトルを法政に取られておりました日体大が一泡吹かせるか、帰ってくる泉川で勝負、あ、もたないブレた、ちょっと両チームとももどかしいプレーが続いた、タッチネットラッキー、怒られておりますね、やっぱり山田がラッキーボーイだったらいいんですがアンラッキーボーイになってますよね、この試合ね、ちょっとなっちゃうんですね、スパイクにも威力が出てきません、南です、ノータッチは許してませんよ ね、 ないですね、ポイントは7対2、日本体育大学が法政大学をリードしています、この第4セットは終始日体大リード、ブロック返ってくる、セットカウントも2対1、日体大リード、泉か、山田返す、トスを振る、バックトスで泉、南、南、今の作戦でいいんですよね、いいんですよね、これでね、これでもう失敗したら今のしょうがないんですよね、そうなんですよ、もう彼に頼ってるんですからね、はい、もうその瞬間はもう託しますから、もうしょうがないです、はい、睨み合う南と泉川、南はおとりだ、南に回しているところがまた生きてきますもんね、そうですよ、13番大坪でした、ちょっと泉川を休めます、昨日から初めてですね、はい、こういう形で休む、こういう形で休むのはね、はい、温存という形はちょっと疲労も
ピークを越えて1回も落ち込んだところから上がってきました泉川。高橋1年生トスを振る原田レフトから長瀬、もう泉川いないときはこの長瀬が中心になります。あと1年生の高橋、今日は彼もいい顔してますよ、はい、非常にあのにこやかな選手ですよね、はい、それがいつもちょっと青いんですけどね、今日はいい顔してますよ、はい、このセット久しぶり山中、泉川マッサージしてもらってますね。さすがに鉄人ぶりを見せた泉川もちょっと来てますかね。まあ点差もねちょっと離れてるんですね、はい、もう勝ちてもいいんじゃないですか。あ、7対3になりました。その辺は森田純吾監督も今その頃合いを図っている頃でしょう。スパイクの打つ打たないんじゃなくて精神的なのもありますからね、はい、チームの柱ですから。やはり本を鳴らします。ミスが出まして7対4、法政が追い上げてきたところで森田監督、日体大が作戦タイムです。セットカウント2対1、こちら今入念にマッサージを受けている日体大がリードしています。第4セット王手をかけたセットも7対4とリード。しかし泉川が抜けてじわりじわりとチャンピオンチーム法政が追い上げてきています。申し分のない決勝戦です。今はボンプレーの、はい、ボンプレーらしいボンプレーのはないですよね。ないですね、はい、やっぱりこれが決勝戦ですよね、日体大のタイムアウトの輪が解けました。7対4、第4セット王手をかけている日体大がリードしていますが、決めています。長瀬、泉川がいなきゃ俺が決める。長瀬が決めました。今しかしタイムアウトで辻谷さん我慢しましたね。そうですね、落とすかと思ったんですけどね、はい、笠間さんはこの辺の投入の頃合いどう見てます。泉川の復帰、そうですね、まあ、前衛まで我慢するんじゃないですか。前衛まで、はい、スリーローテ、はい、かなりコートサイドで見ててしんどそうですか。そうですね、ちょっと姿が分かんないんですけど、かなり足には来てるんじゃないですか、はい、お、来ましたよ。ローテーションが前に来たところで泉川を戻しました。ちょっとでもあのなんか今までと違うような。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか、はい、昨日とは全然違います。はい、日体大長瀬のサーブ、山田、そして山田が打つ。あ、やっぱり回復の目処が立ちません。山田ポイント、日体大8対4です。長瀬のサーブが法政コートに入りました。チャンピオンチーム3冠の法政がリードを許しています。日体大の気迫が第1セットからこの法政を渦に巻き込んでいます。特に山田君が一番影響を受けてますね。ねえ、もろですね、はい、プッシュする、よく拾った、大坪よく拾ったか、ブロックだ。1年生高橋、セットカウント2対1、日体大がこのセットに王手をかけています。第4セット8対4と終始日体大がリードしていますが、法政も追い上げてちょっと体を休めさせた泉川を森田監督投入しました。ほんの少し足に影響が出始めています。その泉川、しかし完全に抜くことはできなくなりました。13番の大坪決めています。法政大ノータッチで抜くっていうのがちょっとできませんでした泉川。若干心配が残ります。高橋、原田、泉川拾っている。法政、高橋、原田、ツーオン、ツーオンでた。法政が拾っている。打てない、打てない、打てない。このシーンが多いですね。法政はバックでもいい、バックでもいい。泉か、拾っているぞ。気迫です。法政、泉か、もう一着。またしても昨日の準決勝終盤と同じような踏ん張りぶり。3本までだったら高いですね。なるほど、4本以降はきつい。もう4本になるときってやっぱりちょっときつくなりますけどね、はい、彼でもね。大坪、
来ますか。ライトへちょっとぶれた。今打ち割って着地した時なんかしんどそうでしたね。ちょっともう今のはね、体じゃなくて気持ちでしょうね。もっと伊藤さん上げたら俺はやるんだねっつって。なるほど、そういうような気持ちだったじゃないですか。もうちょっと頼むなって意味が、乱れている法政。山田なんとか盛り返してもらいたい。いいサーブを打ちました。8対6、2点差。法政が追い上げます。今日はアンラッキーなプレーが続いている山田。気迫を出したい山田がサーブを送って、泉川打てない。いやーでもやっぱちょっときついですよね、決まっています。吸い込み。8対7、1点差に法政が追い上げました。もうこのセットもどうなるか分かりません。甘い。あ、なんとか助けました。綱渡り日体大原田です。ジャンプサーブ打てるんでしょうか。ちょっと疲れが出てきている泉川。あ、落ちました。いいサーブになりました。ポイント8対7と日体大リードしていますが、法政が追い上げてきています。ここはラッキーミス。今のもやっぱり泉川のジャンプサーブの影響でしょう。はい、9対7。まだまだバテてないですね彼はね。日体大追い上げられて突き放しました。泉川の気迫を込めたサーブ。南も踏ん張ります。一騎打ちです。ちょっとこのセットの序盤はあえてこの南を使わなかったセッターの清水ですが、いきます。泉川が後衛に下がって長瀬のスパイク。来た来た。南、これでいいんですよ。はい、エースは彼なんですから。はい、前半抑えめにしていたことがね、はい、ひょっとしたらこれ生きてくるかもわかりませんね。はい、もったいない。あえてセッターのトス回し、エースの使い方。日体大は先行先行でいきました。法政はここから南を使ってくるんでしょう。飛んだ。8番です、尾崎です。インナーの方です。内側クロスに打ってきた方、3年生の尾崎が止めています。ピンチを救います。10対8。日体大2桁に乗せました。これも止まっている。あっと、あ、南が滑った。ブロックだ。今度は長瀬。11対8、突き放す日体大。法政がやむなく作戦タイムを取りました。窮地にとうとう立たされました。3つのタイトルホルダーの法政大学、最後の最後で涙を飲むのか。このチャンピオンチーム法政相手に研鑽を積んできました日体大。セットカウント2対1とリード。今のはね、南君に上げなかったんでしょうね、はい、南君ね、それがこけてるもんだから、はい、もう向こうに上げたら、はい、シャッと食らいますもんね、はい。さあ南に行くか。こちら大坪を使います。それと辻合さん、はい、泉川がちょっとだけ陰りが見えてきた時に脇役頑張ってますね。そうですね、いいところでブロックが出てますよね、はい、スパイクが出てますよね、さあどこを使う原田。4番の永瀬、決まった。8番山中。山中決めて、まだまだ元気ですね、はい、11対9、2点差に追い上げます。あと1点で法政も2桁。柔らかいサーブ来た。もう泉川だ。切り札を使いました。南が待っている。すごい、スーパースパイクが出ました。今のは今もいたんですけどね、スパイカーがね、ほっとけって感じでしたね。難易度も高かったでしょ今のは。11対10追い上げまして、日体大が2度目の作戦タイムです。もう両チームの選手の表情、何かに取り憑かれているような打ち込みぶりです。
やはりね、やっぱりセット目2セット目の時からそうですけど、本戦はこれが出てなかったんですよ。ちょっとエンジンもう回転が遅かったですね。あまりこういういけっていうような気持ちがね、はい、なかったですかね。今これでようやく出てましたね。11対10、この第4セット、窮地に立たされている法政が追い上げてきました。さあ南の前で4番が打った、拾った、日体大落とした、同点。南のレシーブがいいところで出た、はい、なりふり構わず喜びを表現する法政、11対11、同点。ようやく法政が捉えました。永瀬ワンタッチを奪います。これはあります。大学男子バレーの決勝戦、日体大が2セット連取、法政が取り返して第4セットは日体大の先行、法政が捉えました。11対11、同点。ミスか、ミス。4番の上新のスパイクはアウトになりました。ちゃんとワンタッチを狙ったスパイクなんですけどね、高度なところでのミスなんですが、イエローカードが出ました。ベンチですか、はい、ベン上新に出ましょうかね。上新に出ました。今のは自信持って打ったボールなんですよね。本当に言えば一番分かるのが打った本人なんです。手応えですからね。相手が触ったとかいうのはね、ブロック、はい、これで12対11、日体大リードになりましたが、この1点は大きいかもしれないですね。大きな声が飛びました。さあ南だ、よく当たった、もう南に行く、1番高橋1年生か、それとも4番永瀬が1年生だ。13対11、あと2点でインカレを制します。日体大オスボフェイント、引っ掛けた、さあ永瀬、よっしゃ、ナイスレシーブ、アウト。青春の総決算、両チーム14対11。これまで優勝から遠藤を勝った日体大、引き迫るプレーでマッチポイント。1回目逃れました、南です。やはり南です。大ピンチ法政、大金星を得ようという日体大。長瀬だ、吸い込んでいます。今の本当ね、シャットされても、ね、おかしくないボールなんですね。はい、2度目マッチポイント、山田優勝、日本体育大学、最後の最後に学生最後の大会に勝ちました。2年ぶり4度目の優勝、3つのタイトルを誇る法政に最後の最後、一泡吹かせました。泉川キャプテン、両足引っ張りながらチームを引っ張りました。素晴らしい試合でした。いやー、辻谷さん、すごかったですね。やはりこれが決勝でしょう、はい、残念南、弾ける泉川、優秀の美を日体大飾る。南の泉川におめでとうと言いたいです ね、はい、もうほとんど半泣きですね、泣いてますね。この肩の下がった南の表情、痛々しいんですが、最後の最後に敗れました。はいね、勝つ気には勝つ気でね、一生懸命やったんですけどね、はい、なおMVP には泉川選手が選ばれた模様です。あ、そうですか。そして南にも敢闘賞、はい、泉川南、この決勝戦を大いに盛り上げてくれました。胴上げが始まっています。日体大次々とこの胴上げの中に選手が入っていきます。放送席、放送席、見事優勝を果たしました日体大森田監督です。おめでとうございます。どうもありがとうございました。素晴らしい試合、そして最後の最後まで目を離せない展開でした。非常に大阪限界よくてね、
昨年のねダブルアベック優勝と、まあ、また勝っちゃって本当に選手よくやってくれました。監督の目涙が光ってますね。もうちょっとねちょっと涙腺が弱いのでね、すぐ感激しちゃうんですよ。今日のゲームのポイントはどんなところにあったでしょう。もうねうちはあの泉川と中田しかなかったんですよね。で他がやっぱり徹底してボールを浮かすことをねずっともう夏らしくやってきましたんでね、それがやっぱり各々が徹底してやってくれて、でそれを原田がうまい具合にトスワークを引き出してくれましたよね。ずっと法政にタイトルを取られ続けてきましたが日体大日本一になりました。そうですね、ようやく法政さんの八冠をね、阻止することができて非常に嬉しく思ってます。おめでとうございました。ありがとうございました。続いてキャプテンの泉川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大歓声の中最後決まった瞬間どんな気持ちでしたか。今まで練習してきたのが実ったんでとても嬉しかったです。大学の最後の大会、泉川さんとしてはエース、そしてキャプテンとしてチームを引っ張ってきた大会でした。どうでした。そうですね、やっぱみんなをまとめなくちゃいけないんで気持ち的にすごい大変でした。それとね、昨日の試合で足を痛めて今日の試合大丈夫かなと思われたんですがどうだったんですか。後半ちょっとダメかなと思ったんですけどなんとか持ちました。胴上げ された瞬間の気持ちもう一度教えてください。嬉しかったです。一生の思いです。見事なゲームでした。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。見事優勝を果たしました日体大の森田監督、そして泉川選手でした。南率いる法政の2年連続4冠を阻みました日体大の泉川キャプテン。さてそれではコートサイドでご覧になってました中央大学の笠間監督に伺いましょう。笠間さん、はい、今日の試合本当感激しましたね。いい試合だったです ね。どの辺に一番印象を受けました。まあ大学バレーのですね、醍醐味を十分にですね、はい、見せてくれた試合だったと思います。中央大学に活かせる部分もありましたか。はい、勉強になりました。来年またお待ちしてます。ありがとうございます。頑張ります。さあそして放送席は全日本コーチの辻愛さんです。辻愛さん、今日のこういう試合っていうのは全日本へもこう波及していきますよね。そうですね、全日本のためにもね、はい、この大学の方からいい選手が出てくる、はい、いいゲームができるっていうのはやはり選手もそうですけど、はい、お客さんもね、一つになれる、盛り上がるっていうのは、はい、とっても見事だと思いますね。そうですね、はい、この泉川の成長は見事だったんですが南も決してへこたれることないですよね。そうですね、彼は彼なりにね力出しましたしね、はい、やはりポジション的にちょっと泉川と違うっていうのが、最終的にはチーム左右したっていうのだと思うんですけどね。なるほどね、この南も次にまた頑張ってもらいたいと思います。辻谷さんどうもありがとうございました。はい、どうも失礼しました。一昨年も制しました日体大、今年も日体大会心の優勝をお伝えして大阪府立体育会館からお別れします。